ここのところ暑くなったり寒くなったり、体調管理が難しい季節になってきたね。花粉もそこかしこで飛んでるよな。PM2.5 も警戒する必要があるぜ。でもそうこうしているうちに、あっという間に蒸し暑い梅雨がやってくるよね。今のうちからカビ対策を進めていた方が良さそうだよ。いろいろと大変な季節の変わり目だけど、健康第一で日々を送っていきたいね。そうだね。さて今回は、中国の第5世代ステルス戦闘機 J20 の量産と配備が進んでいることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月14日付の読売新聞オンラインの読売新聞北京特派員の記事において、中国空軍の第5世代ステルス戦闘機 1020J20 の開発製造元の中国国有企業中国航空工業集団の幹部による記者会見で、中国空軍が東シナ海及び南シナ海での飛行訓練を実施していることを明らかにしたと伝えているよ。中国航空工業集団の幹部によると、J20 は国産エンジンの開発に成功したことにより量産が進められていて、実戦部隊への配備が進んだ結果として、東シナ海及び南シナ海での訓練が半ば状態化しているとして、東シナ海においては実戦での戦闘を視野に入れた巡航訓練などが実施されているんだって。中国メディアによれば、以前より中国軍ではこの先の台湾有事を想定して、管轄である東部戦区の核飛行部隊に J20 の配備を2019年から進めているとされていたんだけど、今回の記者会見の内容が事実であれば、南シナ海を管轄とする南部戦区へも J20 の配属が進んでいることになるよ。2022年3月19日に中国メディア海峡回答が、3月14日に開催されたアメリカ空軍協会のミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションでの、アメリカ太平洋空軍司令官ケネス・ウィルスバック大将の発言として、東シナ海で J20 とアメリカ軍の第5世代ステルス戦闘機、F-35 ライトニング2が東シナ海で遭遇したと報じているんだ。それによると、ウィルズバック司令官は F-35 が東シナ海で J20 に遭遇したことを認め、中国空軍の早期警戒艦機空警 500KJ500 との連携による飛行訓練を実施しているようだとして、指揮と統制が取れているようで感銘を受けたと語ったんだって。そして、ウィルズバック司令官は J20 がどのような意図で開発が進められているのか、F-35 のような対地対艦攻撃などの任務をこなすマルチロールとなるのか、あるいは F-22 ラプターのように制空戦闘機となるのかは現時点ではわからない、と語ったとされており J-20 の性能などについての言及はなかったと見られているよ。ただ、このミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションについて報道している、世界のメディアはほとんどなく、ウィルズバック司令官が J-20 に、感銘を受けたと語ったことを伝えているのは海峡回答のみなんだ。唯一、台湾通信がこのオンラインディスカッションのものと思われる記事を発しているんだけど、ウィルズバック司令官の段として掲載されているのはウクライナ情勢に絡んだ発言で、太平洋上で中国軍とロシア軍による爆撃機、指揮統制機、タンカーが参加する統合爆撃機パトロールが数回行われたが、大規模なものではなかったと指摘したことのみだから J20 に言及したことについての信憑性は低いと見られているね。J20 について詳しく、J20 は中国航空工業集団公司が、中国空軍のために開発した双発ステルス制空戦闘機で、アジアでは最初に運用された第5世代ステルス戦闘機であるとされ、アメリカ軍とロッキード・マーティン社が世界に先駆けて開発したステルス攻撃機、F-117 ナイトホークの技術を参考にしたとの噂があるぜ。またお得意のパクリなのかな？ F-117 ってどんなステルス攻撃機なの？ F-117 は1983年10月からアメリカ空軍によって運用された世界で初めて実用化に成功したステルス機で、1999年にコソボ紛争の際に撃墜された機体の残骸が、中国に渡ったことが明らかになっていることからそのような噂が広まっているんだけど、中国軍側ではこれを否定しアメリカ軍側も懐疑的な見方をしているようだね。J20 の初飛行は2011年1月で、2017年から運用が始まり、2021年末までに200機ほどが生産され実戦部隊に配備されていると見られているよ。機体はかなり大型で、同じ第5世代であるアメリカの F-22 やロシアのスホイ57より一回り大きく、機体前方のカナード翼と後縁に向かって緩い前進角を持つ、デルタ翼に近い主翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼を採用しているんだ。この形式はユーロファイタータイフーンやラファールなど、ヨーロッパの戦闘機によく見られる形式であり、垂直尾翼などの傾斜は胴体側面の角度と等しくなっているよ。このカナード翼と垂直尾翼はどちらも誘導式で、垂直尾翼は90度近くまで作動することからエアブレーキの機能があると見られているね。機体のステルス性能についての詳細は不明なんだけど、
F117 のステルス技術を参考にしたとの説にもとって、F117 のレーダー反射断面積値 RCS である 0.025 平方メートルと同程度とする見方があるんだ。このレーダー反射断面積値が小さければ小さいほどレーダーに映される姿が小さくなり、アメリカ軍機における RCS 値は、第4世代の F-15 イーグルが10平方メートル、第 4.5 世代とされる FA-18E スーパーホーネットでは1平方メートルとなり、第5世代の F-22 と F-35 では 0.005 平方メートルとなっているぜ。また、J-20 のアビオニクスは最新のものが搭載されていて、アクティブ電子ソーサーレイ ASA レーダーを搭載しており、約2000から2200個の送受信モジュールを備え、その出力電力は 24kW に達するとされているな。送受信モジュールの数と出力電力の大きさは F-22 に搭載されている ANAPG-77 を上回っているために、J-20 が搭載している ASA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長く、より早期に相手を発見できる可能性があると推測されているみたい。また、J-20 には F-35 の ANAQ-37EODAS によく似た分散開口システム DAS を採用しており、機体各部に複数のセンサーを備えていると見られていて、機種の下面には F-35 と同じように EOTS-EOTS-86 が備えられていて、対空目標の捕捉と照準が大きく強化されているとの見方もあるよ。そして、J-20 に搭載されている2機のエンジンについては初飛行当初から様々な噂があるんだけど、試作初号機ではロシア製のサプールン 117S ターボファンエンジンが搭載されていたとみられ、2号機には中国製エンジンの WS-10G が搭載されたと言われているね。J-20 には本来であれば専用エンジンとして、開発が進められていた WS-15 が搭載されるはずであったが、試験で爆発事故などを起こしたためその開発が大きく遅れており、実用化された機体にはロシアのスホイ27フランカーに搭載されている、サプールンエール 31FM2 が採用されていたな。しかし、その後 J-10 や J-11 に搭載されていた WS-10 において、水力と信頼性が向上した WS-10C が開発されたことから、WS-15 に代わり暫定的に WS-10C が搭載されて量産を開始したと見られているぜ。なお、J-20 では第5世代戦闘機としては世界で初めて、複座型の機体が製作されているのが明らかになっているんだけど、これはいわゆるロイヤルウィングマンと呼ばれるステルス無人航空機とのチーミング構想において、後席の乗員がそれら無人航空機の統制を行うためと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学の時間だよ。待ってました。今日はお茶漬けにあられが入っている本当の理由を話してみようか。市販されているお茶漬けの元には、あられが入っているものが多いよね。柔らかな食感のお茶漬けだけど、あられが入ることによってカリカリとした歯ごたえが加わり、より一層お茶漬けが美味しくなるよね。あられはお茶漬けを美味しくするために入れられていると思われているけど、実はもともとは違うんだよ。お茶漬けのあられは美味しくするためではなく、お茶漬けの元を乾燥させるために入れられているんだよ。実はお茶漬けよりも前に、京都のぶぶ漬けにはあられが入れられており、これがお茶漬けにあられを入れるルーツになったとされているんだ。現代では、ぶぶ漬けといえばお茶漬けのことだと認知されているけど、本来、ぶぶ漬けのぶぶとはお湯のことであり、ぶぶ漬けとはつまりご飯のお湯漬けのことだった。昔の京都に住む人はあまり食事にお金をかけずに、なるべく食事は質素に済ませるような一面があったんだって。そして、ぶぶ漬けは漬物などと一緒に食べられていたんだけど、あられも入れて食べられるようになったんだ。ご飯を食べた後にお椀に米粒が残らないように、最後にお湯を入れて食べるのも当時の知恵だったみたいだよ。お茶漬けの素が全国的に普及するようになったのは、第二次世界大戦後なんだ。開発当時はまだ現在ほどの技術力がなく、お茶漬けの素を完全に密封することができないため、湿気ですぐに湿ってしまうことが商品のネックとなっていたんだ。お茶漬けの素が湿ってしまう問題は解決されていなかったけど、ぶぶ漬けの発想から、お茶漬けの素にあられを入れることになったんだ。すると、偶然にもあられが湿気を吸収するようになり、お茶漬けの素が乾燥したままになることが判明したんだよ。つまり、湿気を解決しようと投入されたわけではなく、偶然の産物として、お茶漬けの素の乾燥状態を保持する方法が見つかったんだ。それからは、様々な味のお茶漬けの素の湿気問題の解決策として、あられは大活躍することとなったよ。現代では袋を密封する技術があるため、実はあられを無理に入れる必要はないんだよ。しかし、依然として乾燥剤としての役割は果たしているし、当時の名残や多くの人の食べ慣れた味ということもあり、現在のお茶漬けの素の多くにはあられが入れられているんだ。乾燥状態の保持が不要なお店で食べるお茶漬けにもあられが入っていることがあるけど、
もともとはお茶漬けの元に入れられていたものが、逆輸入された形かもね。以上、お茶漬けにあられが入っている理由でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。2021年7月現在、世界中でロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2がアメリカの同盟国や友好国を中心に調達が進められていて、その市場をすでに独占していると言っても過言ではない状態だよ。比較的平和の未来頃へ。ロッキード社は大儲けだな。軍事力の増強は平和な時代でも需要があるってことだね。むしろ平和な時代だからこそ、今のうちに軍備増強をするんだろうな。どれほど平和な時代が訪れても、兵器がこの世からなくなることはないんだよね。平和は戦争の形態が変化したものでしかないからね。哲学的な意見だな。ちなみにそれは何のアニメのセリフなんだ？それは僕の個人的な意見だよ。何でもかんでもアニメに結びつけるのやめてもらっていいですか？まさかお前からそんなセリフを言われるとはな。さてさて、そろそろ本題に入ろうよ。今回は冒頭の通り、F-35 ライトニング2についてだよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2の製造数は、2020年までに全世界合計で5000機を超えることができると、ロッキード・マーチン社の一人勝ち状態がたびたびとピックに上がるほどだったんだよね。日本の航空自衛隊でも F-35 ライトニング2の通常滑走路仕様の A 型を100日、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型の40日、合計147機の調達を進められており、世界でも有数の保有国の仲間入りを果たしたぜ。これに並行して日本では F-35 ライトニング2専用施設の設置も実現化されており、愛知県にある三菱重工業の小牧南工場がアジア唯一の FACO と呼ばれる同期の最終組み立てを担う認可を2015年末に取得しているんだよな。FACO が設置されたことにより航空自衛隊の F-35 ライトニング2は最終組み立てを日本国内で行えることになり、アメリカから完成品の輸入という位置づけからさらに、一歩踏み込んだ対応を行えるものとして多数のメディアから注目を集めているよ。さらに三菱重工業の小牧南工場は、この FACO にとどまらず MRO&U と呼ばれるアジア太平洋地域の国際整備拠点としての認可も取得し兼備することとなり、これによって今後必須となる F-35 ライトニング2の重整備を自国内で可能にする体制が万全となっているんだ。F-35 ライトニング2戦闘機は、ベースとなるソフトウェアの更新をしなければ、能力をアップデートさせることができないようになっているため、結局のところ米国思想に基づいたものなんだよね。この戦闘機を持っている限りアメリカの友好国であり犬でもあり、裏切ってしまったらプログラミングをいじられる可能性だってあるということだね。うがった見方をすればそうなるな。ワンワン、当然 F-35 ライトニング2の FACO や MRO&U は軍事機密の巣窟となっている動機を詳細にわたって取り扱うことから、その設置場所や数は極めて制限されており、厳格なアメリカ側の言うことを聞いてくれて認可を得た国のみが持つことができるんだ。日本という国がそれだけアメリカに信頼されているってことにもなるよね。悪く言えばさっき言ったように言いなりとも取れるがな。具体的には FACO は本国アメリカとヨーロッパにはイタリア、そしてアジアとして日本という世界でも3カ所しか現在までのところ認可されておらず、近隣の周辺国もこれら3カ所の工場を得て F-35 ライトニング2を調達しなければならないという規定ができたよ。また MRO&U に関してもこれらアメリカ、イタリア、日本にオーストラリアを加えた世界で4カ所のみとなっており、今後も随時発生してくる F-35 ライトニング2のアップデートをこれらのいずれかで受けることが必須となっているんだ。これらの FACO や MRO&U の工場が今後も増設されるかどうかは未だ不明だが、2020年の新型コロナウイルスの流行以降は軍事予算を転用する国も増えたため、F-35 ライトニング2自体の調達数が減少傾向に転じているという現状だね。そういった経緯から現時点での新拠点工場への増設の可能性は極めて低いと見るのが、一般的な解釈だが、そうした流れに政治的な意味合いから逆行する姿勢を明らかにしている国も存在しているぜ。大体想像できるけど、それってどこの国なの？想像通り、
それがお隣の韓国であり、同国は2021年3月時点で F-35 ライトニング2の A 型を40機、B 型を20機の最大で60機の調達計画が挙げているけど、最短距離にある日本の MRO&U 工場の利用を拒否する姿勢なんだ。一見友好国のように見える韓国が日本の MRO&U 工場利用に難色を示している理由は、まず同国が先般企業と断罪する三菱重工業が運営していることに付け加えて、自国の最新鋭戦闘機を仮想敵国視する国に預けられるわけがないと判断したからだろうね。あの国は日本に対して変なプライドがあるからね。当の韓国政府としては、国内でも反対世論の声が大きい現状を無視して、日本の MRO&U 工場利用を推進するという決断はできず、従来から費用がかさんでしまうオーストラリアでの実施を機として話を進めていたと見られているよ。2020年7月に NHK が日本の MRO&U 工場での F-35 ライトニング2の重整備の対象とされるのは、航空自衛及び在日在韓米軍そして韓国空軍の同期だと報じたことに、即座に韓国が異論を唱えてきたことで明らかになったんだ。しかし韓国も国内世論への影響を考慮したゆえの判断であり、軍事的合理性を著しく欠いているのら理解していても日本の MRO&U 工場にだけは、自国の F-35 ライトニング2を持ち込むことらできないという意思表示なんだよな。ちなみに韓国が想定するオーストラリアに戦闘機を乗っていった場合、ウィリアムズタウンにある MRO&U 工場までは約 8500km もの距離があり、航続距離の短い F-35 ライトニング2が到達するのに3日もかかると見積もられるぜ。非合理的がすぎるよね。まあ日本に持ち込まれて、いろいろ難癖つけられるよりいいけどさ。単純計算で往復には最低でも6日以上の日数が必要となってしまい、軍事的な効率の観点から見てもかなり現実性も低いし、自国の軍事力を一時的にもダウンさせてしまう計画だということが素人目にも明らかな状況となってしまっているよね。このような現状から韓国が自らの費用で自国の F-35 ライトニング2のみの整備拠点の建設をするという、わがままなことを言っているらしいよ。これも非合理的だよな。もし仮に自国に整備拠点を設置したとしても、利用するのら韓国くらいだよ。なんたってすぐそばには我らが日本の整備拠点があるんだからね。こっちの方が安心安全、丁寧な仕事をすることは目に見えているもん。こうなった場合、オーストラリアに設置されている MRO&U 工場と同様の仕様で建設すれば、2050年前後までに必要となる金額は約750億円以上になるとも試算されているとも伝えられるのだが、韓国はその条件を飲むことができるのかな？初期費用や付帯費用がかさんでしまうため F-35 ライトニング2機あたりの単価を算出することは困難だが、日本の場合でも約120億円前後かかっており、これで算出すると6機分相当の値段がかかることになるんだ。この金額を高額と見るか妥当と見るかは、最終的には韓国政府が判断を下すしかないが、個人的には北朝鮮や中国に地理的政治的に近い韓国に、そうした選択肢を与えることには疑問しか湧いてこないんだよね。この韓国のラガママをアメリカがどのように汲み取って合意するのか、断固として許さないのか、行く末が楽しみだよな。お金を積まれたからといって許してしまうアメリカであれば、それはそれで世界的に非難を浴びることになるだろうし、許さなければ韓国の嫌がらせが増えることになるだろうな。一番良いのは韓国がオーストラリアまで往復してお金を落としていって自分の首を絞めて、首が回らなくなって仕方なく日本に依頼するというストーリーになることかな。まあでもさっき言っていたように、難癖や言いがかりをつけられるくらいならお断りだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ねえねえ、最近はあんまり潜水艦の情報が入ってこないけど、新しい情報はないの？なんだよいきなりどうした？確かに戦闘機や護衛艦、空母なんかの話は入ってくるけど日本の潜水艦事情は聞かねえな。今現在、収益中なのら、そういう型潜水艦だよ。新型の開発改良なんかの情報はないのかよ。はいはい、ございますよ。確かに現在収益中なのは、そういう型潜水艦だよね。これはよく聞く潜水艦だね。当然軍事開発は、どんどん進化していってるから、日本だって新型の開発は進んでるよ。そういうに続く潜水艦は、3000トン級の潜水艦らしいよ。情報では、今現在稼働中の潜水艦の次の次までの製造まで取り掛かっているらしいね。そうなのか。そんなに進んでたんだな。知らなかったぜ。まあ軍事開発はトップシークレットだから、一般の自分たちに情報が入るのは、かなり進んでからになるからね。
知らなくても仕方ないよ。そういう型潜水艦は聞いたことあったけど、その次の次まで進んでいたとはね。本当に軍事開発というのは、進化が早いよね。そりゃそうさ、各国が競争してるようなもんだからな。開発をどんどん進めないと、自分の国だけすぐに置いていかれるからな。他国より一歩でも先を行ってやろうと各国必死さ。その通りだね。軍事開発は、日々目まぐるしい進化を遂げている。少しでも他国より遅れを取れば、あっという間に置いていかれてしまうからね。多額の資金や、膨大な時間を使って各国しのぎを削ってるんだ。ところで、そのそういう型の次世代型どんな進化をしてるのかな？そうだ、肝心なことを聞いてなかったぜ。よろしく頼む。それじゃあ行ってみよう。2019年6月に幕張でマスト2019というイベントが開催されたんだ。このイベントは、防衛装備や技術、海洋や航空安全に関するシンポジウムなどが行われたんだよね。このイベントで、新型潜水艦のイメージ図を三菱重工業が発表した。このイメージ図は日本だけじゃなく世界の関係者たちの注目を集めたんだ。おお、やっぱり三菱重工業だよな。さすがだぜ。うん、そうだね。三菱重工業の開発力と技術力は世界でもトップクラス。いや、技術力だけで言うならナンバーワンかもしれないね。この三菱が発表した潜水艦のイメージ図に書かれていた新型潜水艦の正体について大きく三つの説が流れたんだ。そうか、まだイメージ図の段階では新型潜水艦の正体はみんなつかめていないんだね。そう、だから各国の関係者の間ではいろいろな憶測が飛び交ったんだよね。まず今日本が開発中の総流型潜水艦の時間3000トン級だという説、時に3000トン級の海洋型潜水艦という説、そして今回の主役である3000トン級の次の艦という説が主な関係者たちの予想だね。なんかよくわかんないね。確かに少しわかりにくいよね。じゃあそのあたりを説明するね。まず3000トン級潜水艦は、現行の最新型総流型をベースにしているから、詳しい人が見れば違いはわかりやすいんだよね。だから、今回発表された潜水艦のイメージ図は、その次に開発されるさらに新しい型式の潜水艦じゃないかと言われてるんだ。でも、このイメージ図の潜水艦の性能などに関しては、確定している情報などは入ってきてないんだよね。ただ今までの、総流型と比べてみると艦体自体のフォルムが違っていて、流線形を取り入れたようなフォルムになっている。それでも、やはりまだイメージ段階だから、どこまで現実に即したものなのかは、わからないんだよね。ってことは、三菱重工業が発表したのは、あくまでもイメージの段階だから、今後開発を進めていくうちに、発展していく可能性もあるってことだな。それじゃあ、まだ今の段階では艦隊のイメージしかできてないってことなんだね。性能などに関しては全くわからない状態なんだね。そうだね。でも専門家や関係者の予想は発表されてるよ。それを見ていこう。謎に包まれた次世代潜水艦だけど、現在のエンジン機関ディーゼルとリチウムイオン電池の併用はそのまま使用するだろうとされていて、このエンジン機関の始まりは総流型11番艦からが始まりだったんだ。リチウムイオン電池は電力容量が飛躍的にアップできたので、それ以前に使用していたスターリングエンジンや非待機依存推進機関を廃止した。そうなると、総流型潜水艦の総流と応流の2隻、後継艦の3000トン級潜水艦3隻はリチウムイオン電池を併用したエンジンになりそうなんだ。この5隻でディーゼル機関方式とリチウムイオン電池のエンジンノウハウを積み重ねてきたから、次世代潜水艦はより進化したエンジンになるだろうと予測されているよ。でもよ、今世界で主流になっているのは、原子力潜水艦だよな。この無限に動力を供給できる原子力の方が、長い期間深海に潜って任務をこなす潜水艦としては理にかなってると思うんだがな。うん、確かにそうだよね。軍事大国と言われてる国の潜水艦は、ほとんど原子力潜水艦だからね。でも日本人ならほとんどの人が知ってると思うけど、日本は核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないの非核三原則があるから、現時点での原子力エネルギーを軍事目的に利用することは、政治的にも世論的にもなかなか難しいことなんだよね。そうだよね。原子力発電所でさえ今現在でも一部の反対派がいるもんね。軍事目的となるとさらに反発は大きくなるだろうからね。でもね、この状況が変わるかもしれないという情報が入ったんだ。アメリカの軍事産業の一翼を担うロッキード・マーティン社が、小型核融合炉の実用化に向けての開発を進めているということなんだ。
この小型核融合炉は原子力潜水艦で使用されている原子炉とは全くの別物らしく、厳密な定義からすれば原子力エネルギーではないのではないか、ということなんだけど、これも果たして実態はどうなのかな？原子力エネルギーじゃないのよ。日本の潜水艦にも搭載できる可能性はあるかもしれないな。確かに、搭載できる可能性はあるかもしれない。でもそれが必ずしも潜水艦の性能アップにはつながるわけではないと思うんだ。日本の潜水艦欧竜と東竜は今現在でも静粛性は世界と比べてもトップクラスなんだ。音で敵の位置を察知する海中での任務において静粛性が高いということは、これだけでも他国からすれば脅威になる。敵のソナーに探知されず、自国に近づく敵艦を追尾するような防衛面でも、より広範囲での積極的行動も可能だからね。新しい小型核融合炉を搭載できたとしても、この利点が損なわれるようでは話にならないからね。なるほどな。日本が専守防衛の国だから積極的に他国に出向いて作戦行動を取るわけじゃないから、長期間海中で行動できる原子力よりも、現在のリチウムイオン電池搭載艦の方が自国の領海を守るという点では、合っているのかもしれないな。そうだね。日本の周りには海からも空からも、ちょっかい出してくるうざい国があるもんね。まずは中国だね。ここ最近この国は軍事拡張にかなり力を入れているからね。今の感じで軍事用の艦艇を増やしていくなら自衛のためにも日本の潜水艦の能力向上は大事だね。日本としては、艦艇の数を増やして大きなコストをかけるより、性能の向上を図りたいところだよね。そうだな。軍事費はかならないからな。資金力よりも技術力で勝負だな。もう一つ忘れてはならないのはお隣韓国だね。韓国は現在、原子力潜水艦の建造にかなり力を入れている。現在就任中のバッチさんと呼ばれる潜水艦も原子力推進型に改良すると言われている。なんで韓国はそこまで原子力潜水艦の建造に力を入れてるのかな？そりゃあやっぱり陸続きのお隣にクレイジーな国が存在してるからな。これは間違いなく世界屈指のクレイジー国家だね。同じ民族同士なんだけど、この両国はいつ有事が起きてもおかしくない状況が続いてるからね。文大統領時代は割合良好な関係は築けていたんだけど、今年に入ってからは、北朝鮮が南北共同連絡所を爆破するという、イカれた行動に出たんだよね。世界中がびっくりした事件だよね。そんなイカれた国を相手にするんだから、潜水艦は必要だと思うんだけど、実際は北朝鮮を攻撃するのにわざわざ潜水艦を使う必要はないと思わない？そうだよね。韓国と北朝鮮は陸続きだから38度線を越えて攻めた方が効率いいもんね。そういうことか。なんとなくわかってきたぜ。結局、韓国がなぜ潜水艦建造に力を入れてるかていうと、日本ってことだよな。うん。その通りだね。日本と韓国はことあるごとに揉めてるからね。揉めてるというよりあちらが政治的目的で難癖をつけてきてるだけなんだけどね。自国で何か問題が起きれば日本を叩いとけばいい。というノリみたいなもんだよ。その日本に少しでも脅威を与えて優位に立っておきたいというのが、本当の狙いなんだよね。そうだな。こっちは相手にしてないが、韓国が日本をライバルと思ってるみたいだしな。要は軍備を強化して日本から常にマウントを取っておきたいってことなんだね。まあそういうことだね。話が逸れてしまったけど、日本には海を隔てたすぐ近くにこれだけの問題があるんだ。だから、新型の潜水艦を開発、建造し、常に隣国に対して牽制していかないといけないってことなのさ。次の新型の潜水艦は、また世界を驚かせるような潜水艦になると思うよ。技術力ならまだまだ、世界でもトップクラスだからね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。